extra name.勝負でもしてみませんか。よし、私スロットのは得意なんです。スロットのは得意、出すのは得意。復活じゃなかった、設定したでした、すいません。あ、もう出たってことですね。でも3、4、3 343枚ですね。343枚、全然当たんないです。あら、時間がでもあんまないから、スーミラの6にします。なんか2機種目決まったら教えてくださいね。あ、スーミラにしようかなと思います。スーミラ、はい、スーパーミラクルジャグラーですか。はい。また変な台変わってますね。変わってますね。6ならもっとあるでしょ、マイジャグとか。設定キーオン。あ、本当だ。本当に6だ。じゃあスーミラ打ちます。せっかくだからブドウ数えます。本当にブドウの確率がその通りになるのか。設定変更したんでガックンするかな。おー、ガックンした。なんでスーミラにしたかというと、ジャグラーの中でもビッグボーナスに設定差があるからです。ビッグが1だと280なんですけど、6だと230、結構違くて、で代わりにレギュラーボーナスにそんなに設定差がないっていう感じです。230なんで、さっきのアレックスが260とかなんで、こっちの方が当たりやすいはず。おお、来ました、チェリー重複。あー、レギュラー、なんでビッグが引きやすいって言ってるのにレギュラーなんや。当たらないですね。ジャグラーも当たんないって、もうどうしようもないですね。本当ポンコツすぎて困っちゃう。あ、中断だ。チェリー入れていいかな。はい、よーし、ビッグボーナース、やっと243ゲーム。もうちょっとサクサク来てほしいんですけどね。ただ中段チェリーは設定差ないんですよ。でも普通にビッグ引くより全然難しい。普通に当たってくれていいのに。なんでや。しんど。しんど。これちょっとしんどいですね。5と6って2人で500万円ですよ、ね、トミーさん。まあ一番しんどいのは見てる方かもしれないですけど、すいません、なんかもう、さあどっちか当たるかな。500台厳しい。これアイテムも弱いし。あ、当たるでしょう。あー、そこか。負けて有力感ランプも消えてしまえ。よし、当たったか。さすがに、さすがに。しゃー、おー、突破ですね、ほぼ。え、一体撃破。はい、これは強すぎる。さすがにこれはいったと思います。トミーさん、はい、やりすぎですよ、
マジかまあ2体はもう確定なんで、はい、さあここです。自信のほどはどうですか。あ、セリフはいい。それはもう行きますね。あ、大丈夫ですよね今。おー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 、あら、ちょっと、まさか、あら、あら、これはやばいですよ。うわ、それはむずい、むずい、やばい。いやー、微妙、微妙。よし、いやー、勝った勝った勝った。行くんかい。やべやべ、レア役とかいらないですよ、レア役とかいらないですよ、いらない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 、よいしょ、よしよし、10なら継承です。えいらんことする、ほんと、もうそういうのいらないんすよ。まあ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 、いやーさすがっすね、うまいですね。ちゃんと上の手なしで何枚、470枚ってことはさっきと合わせて813枚、そうですね。リベロで2回 AT 消化して800枚ちょっとか。あ、またユーリフカンランプ引き継ぎましたね。おさあ、じゃあもう僕の方はね本編長入りますので、ここでゼロカラッシュ入れて一撃で逆転したいと思います。一撃でちょっと今何回やってました？ジャグラーで1回、レギュラー1回なんで1000枚ぐらいです今。ちょっと待って、ジャグラーで1回しか当ててないですか？ビッグ1回しか当ててないです全然当たんなくて本当ちょっとトミーさんが AT2 回当てて今800枚ぐらいなんですよ合計で、はい、1000枚ぐらいでしょ、はい、1800枚でしょ。僕今から行きますよ。あ、確かにグランダース流れてる。2400枚出して逆転します。え、ちょっと2人ともしょぼ、いやいやいや、前回の二の舞になるんじゃないですか。またまさかまさか、ちょっと頑張ってください。足りき本願、足りき本願。え、まだまだあれ、スーミラ打ちます。いや、どうしようかな。もうやめたがいいよ、寂しいなと思ってあ、開いてますよ、リゼロ。リゼロ今からです。嘘リゼロ打とうかな、じゃあ。マジで、あと時間どれくらいあるんですか。あと30分。30分じゃん。でも僕これ終わったらもう追わないですよ。そっか、そしたらノーマルの方がいいんで。さあ行きます。アイテムしょぼいけどやるしかない。黄色青白、これ突破できなかったらちょっと話にならないんで、うん、ですね。さあ行きますよ。どうでしょう。65、ちょっと厳しいかな、3つは。花、
いや怖いな、1戦目から。やばい、やばいです、本当にやばいです。うわうわ、いやいやマジで、これ設定5でこういうことになるんすよね。おいビビったよ、やれそうな気がしてきた一気に。すごい、やっぱ設定5違いますねやっぱこの辺あるんじゃないですかね。いやでも確かにえっていうところでいけるでしょう、この流れ。大丈夫大丈夫、ここは来るしね、来るし。あれさっきと一緒、恋愛役否定なら OK。 あー恋愛役か、うわうわ、ユーリカナップ消えました。え、これ設定後って誰が思います、さすがにもう残り時間でリゼロ終えないんでちょっとやめますわ。いやーしまったなちょっと待って、それ設定6ですよね。6です。どうしようかな、あれ入んなかったんですか、もしかして当たりゼロ、当たりゼロなんでちょっと当たりゼロトマトもあるやん。トミーさんも、トミーさんもちょっとこっちに連れてこよう、もうリゼロ打っとってもつまらん。あ、チェリーです、やっと来ましたよ。100回転以内じゃないけど、もうあーレギュラー、ビッグに設定差があるって言ってんのにね、なんでなんで。トミーさん、ジャグラー行きましょうか。ジャグラーすか、ジャグラー行きましょうか。あ、わかりました。じゃあこれを6にしてもらって、はい、これを1にしてもらいましょう。なるほど。っていうか、なんでいっぱいジャグラーあるのにこれにしたんですか。いや、ビッグ軽いからです。あ、ビッグ軽いから6だと、うん、ちょっとでもビッグを稼ごうと。はい、しかし、しかしですよ、しかし稼げない。しかもこの1回のビッグ中段チェリーで引いたんですよ。もう完全に引きじゃないですか。そうだから全然高設定がいい。1回もビッグ引いてない1900枚ってことは僕7回ビッグかけないといけないんですよ。7回っすよ。お二人が当たりゼロで僕が7回。よしビッグビッグです。もう無理じゃん、どうやって勝てっていうんですかこれ56ゲーム。え、ちょっとなんかファイナルチャンスみたいなのないですかね。もう残り20分しかないんですけど、はい、2000枚以上差がついちゃったんで結構地獄ですね。どうしようもないんですよ。提案なんですけど、はい、僕が100ゲームを1回も超えずにビッグを3発引いたら僕の勝ちっていうのは。どうしようかな。あ、でもあるもんね、それぐらいジャグラーだったらそうですよ。じゃあ5回じゃあ5回、5回、100ゲーム以内で5回僕がビッグ引いたら勝ちです。うませ。まあこういうこと言うのもなんか負け惜しみみたいになるんですけど、はい、平山さんが勝ってもらった方が視聴者プレゼント5名になるんで、なんかそっちの方がいいかなって思ったんです正直ね。だから一応抗いながらも、まあ今回も僕が勝っちゃうとっていうのは正直ありました。なのでただ私もシーサさんが当たってないからなんですけど、私も引き弱すぎてどうしようってずっと思ってました、はい、いや本当ですよ、ノーマル打ってビッグ4回ってとか。アレックスはまだ分かるんですよ、あれ140ぐらいなんで。ガッサンてかこのスーミラの6でビッグ引けてないっていうのはね、やばいですよねえ、でも合成どれぐらいなんだろうな。555回転138で、ちょっとまあちょっと悪いぐらい、悪いですねちょっと最後の悪あがき、そのままそれ打っといてください、はい、
どうするんすか。え、リノですよ、リノ。わあ、ちょっと1回ぐらい当てんと今回当たりなしです。僕2時間当たりなしって。2時間当たりなしですよ。ワンチャン欲しい。うわ、もう悪い人じゃないですか、もう。あ、横くん、ブー。同時に回してる。悪い人よ、悪い人。間に合わないんで、1対2なんで、2台対2台でやらせてもらいます。すいません。お、レギュラー。おー、ご遊戯中すいません。はい、ご遊戯中すいません。ちょっと手止めてもらっていいですか。はい、手止めてもらっていいですか。時間です。あ、時間ですか。時間なんですよ、ちょっと。あれ、あ、当たってる。いやいやいや、あのトマトも引いてない。いや、ちょっとね、やばいですね。相当やばいっす、相当やばいっす。まあ、ゼロからして2回ありますもんね。そうですね。で、ピック4回とレギュラー4回ですもんね。はい。いや、さすが、さすが。ちょっと僕が当たりゼロ。ゼロ。当たり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 ゼロなんですよ。当たりゼロ。熊本弁であなたのこと当たって言うんですけど、はい、当たりゼロ。あ、なるほど。当たりゼロ。なるほど、なるほど。すいません。ちょっと残念な結果なんですけど、はい、時間が来たんで、はい、終わりです。終わりですか？はい、で、このまま終わっていいものか。すごい、なんかちょっと寂しいですよね。そうなんですよ、だから僕にワンチャンスくれないかと。お、はいはいはい、僕にワンチャンスいただけないかと。3回転チャンスをくれませんか。お、なるほど、はい、3ゲームチャンスをくれませんか。いいです、いいです。で、はい、3ゲーム以内で僕がビッグを引いたら、これ僕の勝ちにしていただけませんか。すごいな。3ゲームよ、3ゲー ム, ゲーム。もうこれは平山さんに決めていただきたいですけど、ね。まあ、そうですね、そうですね、まあ、勝者なんで、はい、もうね、そうやって。いや、2ゲームって言えば2ゲームでも、ね、いや、なんかワンチャンス欲しいんですよ。じゃあ3ゲームで。3ゲームで、はい、じゃあ3ゲームでビッグ引いたら今回僕の勝ちでいいですか。わかりました。すいません、今回もあの平山さんが勝つって予想された方、本当すいません。本当すいません。いやいやいや、すいません、謝るは早いですよ、まあ、いや、すいません、なんかルール勝手に変更しちゃって、まあ許可いただきましたんで、今76ゲームですね。77、78、79、3ゲームいきますよ、はい、230分の1ですから、ビッグボーナス、はい、もう簡単ですよ。まあ当たるときはもう3回転ぐらいですよ。いきますよ。ちょっと焦ってるでしょ。おお、なかなかこう7を狙うことないですね。そう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 。三ゲームなんで。それはある。ちょっと待って、ちょっと待って。これ2ゲーム目。これちょっと小屋。ぶどう、ぶどう。ラストかー。あ。やばい目ですよ、それは。やばい目です。でもリプレイだったら、あ、もう1ゲームです。これはセーフですね。おいや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 、おすごい、3ゲーム中2ゲームブドウ。確かに1個リプレイ、確かにリプレイとブドウ。そんなある。終了です。実戦終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、素晴らしかったですね。拍手なんかちょっと分かんない、まあ、そうなんですよ、なんか結果じゃないんだけれども、まあ一応ね、バトルなんで結果の方から先に申し上げると、今回は、まあ、平山さんの勝ちと。
喜んでいいのか分かんないですけど、いやこれねちょっと今、ね、今回その予想してくださってる視聴者の方いらっしゃるんで、平山さん勝利に予想された方のから抽選で5名様に天城府プレゼントいたします。それはおめでとうございます、まあ、ここまではね、うん、いいじゃないですか。それは良かった、おめでとうございます、はい、ただ僕思いました、この企画スロット向いてなくない？なんか1回目のパチンコマンは面白かったんですよ。確かに。でも2回目のスロットは時間が短すぎて、そう何もできない。そうそうそう、で全員ノーマルとか全員同じ条件だったらまだいいけど、スロットがちょっと難しい上に2対1じゃ話にならんっていうのが分かる。負け惜しみでも何でもないですよ。負け惜しみでも何でもなくて、なんだろうな、前後編で分かれる動画でみんなでノーマル打っても仕方ないんじゃないかっていうのがちょっとあったのと、だからって ATK、ARTK って当たりがなかったら本当にしょぼい映像になってしまうので、スロット勝負をするときは次回ちょっと内容を改めてまたご案内したいと思います。で今回ねちょっと当たりの少ない非常に残念な実践内容となりましたけれども、はい、ちょっと始まったばかりということでこれを反省にまた企画の方を練り直していきたいと思いますので、ちょっと皆さんまた次回以降、そうですね、申し訳ない気持ちでいっぱいです。いやいや大丈夫ですよ、平山さん悪くないですよ。悪いのは我々です。すいません、僕です、すいません、すいません。うち散らかしてリゼロ行って、しかも設定5でしょ、当たりゼロ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 で、スーミラ行って当たりゼロ、リゼロで最後最後掛け持ちしてましたか。掛け持ち遊戯してました。ダメですよ、掛け持ち遊戯でダメです。リノ打ってトマトゼロ、はい、何の見せ場もない。でも最後面白かったですよ。そうですね、最後のね泣きの3回はちょっとね。そうなんですよ、まあそんな感じでね、まあ、今回結果の方はね平山さんの勝利となりましたので豪華プレゼントしたいと思います、はい、さあそして今回ですねちょっとご紹介したい人がおりまして、ここに来てくださってますので、ちょっといいですか、はい、紹介させてもらって、はい、グッサン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 、どうぞどうぞこちらに。はい、こちらの方はですね、貴公な姫路駅前店さんの主任でいらっしゃいますグッサンです。よ、マスコット、グッサン、山口主任っておっしゃるんですけれども、グッサンっていう名前でツイッターの方をされてます。この貴公な姫路駅前店のグッサン、皆さんぜひよかったらフォローの方をしていただいて、お店にもグッサンにも注目していただけたらと思いますのでね、グッサン、はい、応援の方皆さんよろしくお願いします。それぐらいでいいですか。なんか言っておくことないですか。よろしくお願いします。素晴らしい、よろしくお願いします、ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、ちょいちょい誰か出てきますね。そうですね、やっぱお店のねせっかく来てますんで、ね、頑張ってる人たちがいらっしゃいますね。そうですね、まあ、できればね、はい、紹介させていただければなと。でもすごいなって思うのが、結構スタッフの方がツイッターアカウント持って、うんうんうん、それを大々的にこう発信してるんで、やっぱすごい取り組みだと思うんで、ですね、はい、皆さんぜひチェックの方していただきたいと思います。お願いします、はい、そして私さんもツイッターやっておりますので、皆さんよかったらぜひフォローの方もよろしくお願いします。大したツイートやってませんけれども、まだ始めて間もないのでよろしくお願いします。それとアローズスクリーンというですね、めっちゃ宣伝する、チャンネル登録もよろしくお願いします。あとほらチャンネル、平山チャンネルってパチンコの動画を上げているので、ぜひそれもチェックしてください。はい、よろしくお願いします。これはあくまで貴公なチャンネルなんでお願いします。はい、というわけで、まあ、今回は反省点も多い、まあ、実践となりましたけれども、ね、またこれらを生かして次回以降ですね、面白いバトル企画やっていけたらと思いますので、皆様次回の配信もどうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。